ほど聞いたらね、社会人野球も詳しい方がおられるって、昔はすごかったんだから、前夜祭だったんだから、今の東京ドームの近くのホテルで、そして1回戦が松下電器だったんだよ、今のパナソニックが、もう知ってね、前夜祭で松下電器、本田家の関係者がいるわけ。で舞台の上で、なんだこの親父たちはって思ったのが、当時大学生なんか知らねえからさ、そんなの。本田宗一郎ね。おぉ松下幸之助。おぉ、うん、そしてその親父が喋ってるわけ。そしたら、松下さんが本田さんに、会社はまだ追いつかないと。世界の本田には。ただ明日の野球は絶対うちが勝ちますよって、松下さんが。そうそう言ってることもそうなんだ。バカ言ってんじゃねえよ。だからあれなんだよな、あの、だから田中角栄さんみたいな感じの喋りなんだよね。そういう、あれ覚えてるもん。そしたら、もう、バカ言ってんじゃねえよって話してくれて、うちはね、プロ蹴った選手がいるんだ。まあ、広瀬君って、はっと思って、舞台はもうそれで。そしたらもう、そしたらこうですけど、本田宗一郎の真ん中で俺が女だって何でこいつはって思ってこうやって思わずに嫌がってたんだ。へぇー、だからね、本田宗一郎さん俺2度お会いさせてもらったことあるけど、広瀬君ね、一番経歴に関係ありません。一流大学に出てようが中卒だろうが仕事ができる人をどんどん頑張ってくださいよ、もうそういう考え方、すごい俺言葉残ったね。会社のために働くなんていう人は僕は信用しませんから、会社のためになんか思わなくていいって、自分が幸せになるために働いてくださいって。ああ、もうそれはすごい、ああなるほどなって思った。だから野球で言えばさ、サッカーでもそうだけどさ、ヒーローインタビューあるじゃないですか。なるほど、聞いててください。みんなさ、思ってもないこと心が見せるチームのためにとかさ言うでしょよ、チームのために本音を言えよって、あ、自分が幸せになるために打ったんですよ、生活かかってるんですよ、よほどそっちの方がいいと思うな。あ、なるほどなと思った。これ王さんも言ってたな、やっぱり自分のために頑張ってくださいよ。それがね、どんどんみんながね、そういう気持ちになれば、やっぱり日本人って団体競技が強いんですよ。人のために何のためにって、日本人そういう団体競技強い、個人競技弱いんですよ。どちらかといったら、うん、プロゴルフでももちろん優勝する人もいるけど、ゴルフ、カルカブラとか向こうもすごいじゃん、みんなもう自分のため、もう自分さえっていう、いい意味でもね。だそんなね、なんでね、本田にね、行ったんですよ。最初は行きたくなかったんか、なんでっていう、やっぱり気持ちはあった。はい、入ってやっぱ良かった。だからもう、この年だからいいんだけど、だから俺そういうことをね、子供さんたちに、まあ一つの教育じゃないけど、やっぱりさ、最初に入りたくなかったって、そこで、くそったれって思っちゃえば、今の自分なかったと思うけど、やっぱり自分さえいい意味で、自分さえ良ければいい、もう自分がなんとか生活しなきゃいけないんだって、自分の夢を追いかけてっていう気持ちがあったから、うん、もう俺、その、じゃあ本題ってどんな仕事しましたって言われても、いや、ちょっと恥ずかしくて言えない。その前では、そこらに走ってる本田の車、俺作ってたんだよって言ってるんだけど、言ってんだけど、そりゃ何にもないっすよ。そして俺は最初現場事務だったわけ。そしてさ、定年間近なおじちゃんといつもそこら行って草刈りやってくれって、ペンキ塗りやってくれって行くわけ。そして俺一応課長にさ、俺さ野球しかやってこなかったんだけど、でやれって言ったら素直な人間だからやるんだけど、俺さ静岡の親父に会社行って何やってんだって、草刈りやってます。ペンキやってますから言えねえよ、課長って。一応俺、大卒だから。言ったんですよ。ね、一応俺、駒田大学法学部、法律学科。一応持ってる。それで一応大卒ですよって言ったら、総務課に移ったんですよ。動
午前中は行くわけ。で、午後から練習は。まあでも、普通なんだよ、その3時間が昼間でも。なんで電話かかってきても、はい、どこどこ見えるか言うとさ、すいません、野球部ですので、ちょっと、わかりませんって言うぐらい。そしたら、同期入団の京都大学のやつが、広瀬いいんだって、俺任せって言うわけ。そしたら、はい、わかりました、はい、わかりました、はい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 、大丈夫かって、ダメだろ、課長に言わなきゃダメだろって、素直だからさ、大丈夫、大丈夫って言って、そいつが、まあ、勝手に、俺は間違いだったんですよ。とんでもないトラブルになっちゃった。生じく頭あるからさ、自分で課長に相談せずできちゃったもんな。だから課長に2人呼ばれて、いや、俺じゃん、こいつだよって。俺が野球部って言ったんだよ。ね俺ね、奥さん俺、ホンダで知り合ったからさ、受付嬢だった。受付嬢のいるわけじゃん。珍しいさ、血液腸に内線持ってるの流すだけ。はい、こんな意見でしたら、奥さんが、でも、広瀬と申しますけど、隣にいますとか、一番最初に、そんな、それで、俺は午前中、うろうろして、うろうろすると、各課長の偉いさんたちは食堂にいつもいるわけ。そうすると野球好きだからさ、お茶って言うと、こういうのをお茶飲ませてもらって、野球の話して、で11時45分になると、チャイムが鳴って、昼飯行くわけ。で、午後から練習。なんでそんなんだ、だから必死で練習やったの、俺。なんでゴールプール行かなきゃ、もう、やばいやろって、この後。そうする。行くんですよね。そう。っていうところは、また次回お聞きできたらと思う。もうこっからが面白いじゃあちょっとだけそして、はい、まあまあ3年経って、はい、24歳でプロ入りって遅かったんですよ。だけどもう1年頑張ってって言って、もうよく話が来た時に甲子園でその夏活躍したのは PL 学園の清原桑田なんですよ。年は7つ俺より下なんだけど、そしてね、清原、はい、桑田がどこに行くかっていう、もう2人の注目のドラフトだったんですよ。そして早稲田にも桑田は行くって言って、もうみんな早稲田に行くと思ったら、いきなり蓋を開けたらジャイアンツだったでしょ。そして俺は中日と日本ハムが清原を外した場合1位で行きますよって言われたんですよ。だから俺は中日、セリーグが好きだったから、もう中日行きたいって思ってて、蓋を開けたらジャイアンツが桑田を示しちゃったわけ、そして清原が4球団の6球団かな、セーブが決まって、そしていよいよ俺の順番なんだけど、ブランカンは泣いてる清原しか映ってないわけ。こっちをふざけんなと思って、こっち記者会見で待っててさ。そして今は外れ1位も抽選あるけど、あの時代はウェーバー方式っていって、前の年に成績悪い球団からも決めちゃうんですよ。だから日本ハム中日の順番なんですよ。だから日本ハム外してくれって、外してくれたらね、星野監督の中日に行けるってね、日本ハム外してくれって言ったら、先に日本ハムは抽選者だ。俺だって泣いてたんだよ。それなのに、次の新聞、でかでか涙のドラフト、西武清原1位って、でかで、ちっちゃく日本ハム。でしょ。この後のプロの話は、はい、また次回です。もうここはまたいい。終わりやったら終わらない。終わんない。もう今日いい、俺別に夜は暇だし。それは問題じゃないですよ。